こんにちは、ミッドラス大阪の佐藤です。関です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回はサリバン、実質一発目ですかね。来ましたよ、来ましたよ、来ましたよ。サリバンやばいのがいっぱい、SS の2ビビが来ました。揃ってきたんでご紹介していこうと思います。はい、はい。ではテイラードからご紹介していこうと思います。いやいや、めちゃくちゃかっこいいテイラー入ってますもんね。もう前回の秋冬とはまた絶対的に違う。違う。この、2ボタンピークドラベルジャケット。はい。お値段も入れていきましょう。96,800。まあ、サイズが何だっけ？46。はい。はい。46。の展開で、まあやっぱりもうサリバンはジャケットをしっかりご紹介させていただかないわけにはいかないだろうということで。はい。じゃあ佐藤君、まずこれをどうぞ出品してください。ます、まあ、レギュラーのジャケットはね、どのシーズンでもまあ出てくると言っていいと思うんですけど、今年、あ、もうちょっと前の方がショートジャケットにぜひトライしてみませんかっていうのがミッドウエストの提案になっております。はいはい、前回と同じぐらいの、これはあのドロップショルダー気味なバランスなんですけど、あ、他僕の着てるやつは結構ジャストめに振ってますけど、はい、これは前回のこのドレープ感を引き継ぎながらもバランスをカットオフしてショートなバランスにしてるんで、 SS らしいバランスになってきてると思うんですよね。はい、しかもめちゃくちゃ軽いです。そう、去年で折ってるタイプなので、素材自体はウールですけど、ものすごく軽いです。軽い、シワになりづらいし、でちょっと映んないと思いますけど、まあインサートで撮れればですけどね、ストライプの折り柄も独創的になってますんで、シャリッとしてて、すごい、まあ春夏さらっとこう着れそうな、すごい気持ちいい感じの、あの素材ですね。でこれ多分ルックでも、あの多分写真出してもらっていいですけど、はい、セットアップはレギュラーのセットアップでストライプ使ってて、俺直営さんの方のオンラインとかを見たんだけど、はい、おそらくだけど直営でもうあのオーダーしてないんじゃないかなと思う。あの、うん、シャドーストライプの方はショートあったけど、はい、このストライプの方の設定のやつが出てなかったんで、だからうちならではのセレクトになったんじゃないか、まあすっぱ抜いた、ミッドウェストすっぱ抜いた品番になったんじゃないかなと。じゃあめちゃくちゃレアだ。どこでも撮るやつってやっぱ打ち出してみて撮るから、はい、ボタンの今回のシリーズとか、あのこれとかはあると思うんですけど、これはレア度絶対高いですよっていうのが、やったったなって思ってるんで、はい、サリバンもこの形があって、はい、それに対して素材をこうとかカラーリングをすごく選べれるデザイナーなんで、はい、この中でこれやってやりましたよ。これにあのちょっとできなかったタキシードパンツとか即ションのパンツで上下で合わせてもらって、ちょっとフォーマルなシーンとかでも全然いける、うん、あの今回入ってるんですけど、はい、あのショールカラーのタキシードのパンツとかに合わせてもらってもよしっていう。逆にストライプでセットアップ難しいと思うんで、黒のスラックスと上で合わせてもらえればいいかなと思ってます。そうですね。一回じゃあ藤垣さん上着ますか、これ黒のスラックス合わせるイメージ。はい、はい、考える人ね。考える人これでも考える人がなぜか逆さになっているし、そうそうそう、まあ今回なんで考える人なんですかってなんか聞いたら、やっぱ嵐さんの方でも、はい、やっぱもうこのコロナの中でいろいろ混沌とした時代、もうこれもうカオスですよ。カオスっていう言葉ってなんかちょっと前から出てきてるけど、やっぱもうなってきてるもん、ね、一番今当てはまる言葉がそうそうでなってて、それでなんかモチーフに使ってるっていうことで、でもこれなんかちょっと調べたらなんかあれなんだね、あのローダンっていう人の作品で考えてんじゃないんだな。そうみたいですね。下俺も見てそうなんだって思って見下ろしてるらしいですよ、こうやってなんか地獄の門番みたいなのがこう、うんうん、見下ろしてるんですよね。地獄シリーズみたいなのがこのローダンっていう人のアーティストの中であって見下ろしてんだよ、ね、なんかそれが逆さまになってるってことはなんかこう見上げてんのか分かんないけど、だからそれがカオスなのかもしれない。うん、なんかね、なんかあるよね、がちょっとこういうズバリじゃなくて、はい、こうぼやけたような、あ、白も普通っていう印象でこう入ってるんですけど、しかもこのオーバーティーって SS20 からまた再登場っていう感じですか。そうなんです。あのフォトグラファーの方覚えてますか。
ディーパーザンナイトの。ディーパーザンナイトの。すいません、ちょっと忘れディーパーザンナイトの。だって今日シャツ着てたよね。あのフォトグラファーのコーレイ・ブラウンさんの作品の時に、あの、切り張りでやってたビッグ T のバランス。まあ、後でまた T シャツは紹介させてもらうとは思うんですけど、はい、T シャツの形を復活ということで、SS なので。めっちゃかっこいいバランスなんですけど、に、テーラー合わせてっても、さっきね、レギュラーの肩の大きさのやつよりもこのビッグ T はこれすごい着やすいんですよ。超いいでしょ。いや、かっこいいです。ロング丈にショート、めちゃくちゃいいバランスになってると思います。これあともパンツはフレアにされてもいいし、スリットにされてもいい。その辺はそう、あのこれからのこういうボタンのやつも入ってくるんで、はい、そういうので合わせてもらってもいいしというところで、いいでしょ。いや、いいですね。これはちょっとすっぱ抜いたんで、ぜひちょっとみんなが着てる、まあ、黒も買ったなっていう方とかはぜひトライで見に来てもらいたいジャケットになっておりますっていうことが。あとテーラー買われてる方もこれ着たら絶対びっくりします。あ、軽いって絶対なるんで、面白いですよね。1着あったらかなり幅広げてくれますから。そうですね、取り入れてもらって抜群にいいと思います。はい、っていうところでジャケットいいですか。はい、大丈夫です。じゃあちょっと今回はあとトップ3が揃ってるんで、その辺もご紹介したいと思います。はい、ではお次はこちらのシャツをご紹介したいと思います。やっぱりいつもサリバンさんのシャツって問い合わせ後からグーってくるんですよね。なんかね、そうです。あとはやっぱ SS だからどうしてもオンタイムで着るとなると4月5月に着たくなってくるんですけど、その時やっぱもう店頭に絶対ないんですよ。ないです、ないです。だから早め早めに押さえてもらいたくて、今回はもうあと無地系のシャツが実はメープルソープをテーマにしてるんで、あのモノトーンのバランスが多いので、こういうプリントとなると今回はこちらのオールオーバーカオスのレイオンシャツ。あ、お値段も出てるかな、すいません、はい、こちらで、税込で 35,200 の48です。うちのお値段は。で、まず黒のジャケットで合わせておこうか。はい、想像通りです。何をね、合います。ポンポン作る出ちゃってるじゃん。かっこいいよ、かっこいいよ、これは抜群に。もうこのシャツでグッとパンツが出てくるんだよ。出ますね。これは行きましょう。あ、で、じゃあ出してみる、オフィして出してみましょうか。オフィして着ていただいても、オーバーシャツがずっと続いてましたが、これ結構、まあそれこそレギュラーレギュラーフィットですね。今ちょっとバランスはレギュラーになってきてるっていうのも覚えていただきたいですね。はい、そうですね。なんかずっとオーバーのストリートっぽいバランスに、あの、まあ少し飽きてきてるっていうか、やっぱどうしてもね、いつも同じご飯食べてても飽きちゃうんで、ちょっと違うもの食べたくなってくる時に、はい、でこれで今まで通りパンツリラックスとかっていう感じでも全然いけますからね。はい、そういうジョグっぽいパンツで合わせてもらってもバランスとしてはスキニーっていう話じゃないんで、ありますからね、リラックスは。はい、じゃこれ脱いで開けます。開けます。これやっぱサリバン、この袖の入れ方がミソだと思うんだろう。なんかね、ここくっきりした感じがめっちゃ綺麗に見えるでしょ。なんかオーバーシャツでもなんかあの、なんていうの、ちょっとドロップショルダーにさせて、なんていうの、ちょっとナードな感じとか、ちょっとこう、あのチュニックみたいな感じの T シャツじゃなくて、やっぱ男っぽいでしょ。男っぽいですね。ね、男っぽい。しっかりなんか肩落ちてんだけど、肩の位置とか手のなんかこう感じを感じさせる T シャツになってるんで。いや、そうですね。これは後でまた白の方も着てみたいと思います。はい、じゃあ僕次インナーを紹介します。開けても可愛いってこと。あ、そうですね、開けても可愛いっていう。ちょっとインナーに行きます。あ、そうしましょうか。じゃあ俺も白着てくる一回。はい、はい、どうしたこれ。いいね、いいね、もうちゃんとこういいお姉さんが出てます。いいね、はい、いいよ。いや、このこういうちょっとね、この T シャツのほんとネックラインってデザイナーの性格というかシーズンのイメージで、今回はいつもこれではこのなんかつまり決めで、はい、このデコルテ見せないラインなんで、今回は僕ちょっとこのデコルテの空きがあってステッチのかかってないあの細いバンドなんですよ。だから華奢さがあってこう伸びた T シャツみたいな印象があるのと、はい、このしかもギザ面なんだよ。いや、もうしっとりしてるっていう表現がいいのかもしれないですね。体にこう、まあ、ちょうちょう面っていうあるこう細い長い糸が入ってあるんで、さらぺろんとした表情の出る、ペロンペロンあの T シャツになってるんですけど、いいでしょ、この
この感じ全然違うもん。違いますもん。全然同じブランドなんだな。こうねくっきりしててもうシャツみたいなインナーなんだけど、これはなんかもうシルクシャツでレーヨンシャツ着てるような、いいじゃん、はい、おめえかわっていいじゃん。いやいいですよ、もう今回のイメージぴったりですよねこれ本当にぴったりメープルソープらしい。そうだね、そうそうそういうね、そういう感じなんでしょう。メープルソープさんって僕ちょっとまだ、ほらこれで合わせてもらったら超いいじゃん、まあ、それとまぶしこの白白でこれは今度逆にバンドがっつり太いんですよ、はい、でちょっとスウェットぐらいのバランスで、あの温室のある肉厚な、そうです、結構肉厚な T シャツの生地使ってて、でこのフォルムが出るっていう、かわいい彼女、これはまたこう動きがこうシワが入ったりするんだ。でレイヤードしてもらってもいいし、こういうふうに重ねても多分あの全然かっこいいと思うんで、インナーからやっぱ変えるとね、春夏物買ってもすぐ使えますから、まあ、アウターはもちろんそうなんですけど、うん、そしてもう最後、結構お楽しみだった方多いんじゃないですか。アクセサリー類はあシークレットですけどちょっと追加してますんで、また少しご紹介できる、ご紹介できる、何が入ってくるんですかっていう方はぜひ店頭に言ってもらえれば、これじゃあ外部着付ける、実際着けるのちょっとマスクなんであれなんだな、はい、あの首からこう、そうやね、ぶら下げてみましょうか。まあこれはそういう使い方できます。かっこいいよこれ、結構短めで、これとこかっこよくない？かっこいいです、かっこいいです。短めでこう、ただ垂らしてるだけだね、絵になる。これナイロンです。これつけてくれやったらやばいよ、初めてのデートにこれですよ。もうそのもう俺はこういう人間なんだっていう照明のやつ。そうでちゃんとあのこっちのパーツであの耳にもかけていく。これを前に垂らしてもかっこいいんですけどね。ああなるほど、これかっこいいでしょ、はい、ここにこれ垂れててもかっこいいです。ボンテージみたいですね。うん、でここになんかまたつけりゃいいじゃん、ここにあのピアスを。いや、ピアスかわかんないから、なんかでもいいけど、うん、なんかつけて、もうどんどん足し算しておいてもらえれば。いや、めちゃくちゃ強いですね、ピアスが。そうね、サイズは自由に調節できますから。はい。もうかっこいい、マスク。マスクでさえかっこいいですね。まあまあまあ、それもすごいですね。え？で、テーラーあ、そうですね。いや、かっこいい。ねえ。はい、いいよね。はい、カオスだよ。ゲーラーなのにこんなにハードなマスク着てるのね、やばいよ。まあでこのかけてる音楽のショー買いましたか皆さん？買った、募集買えなかったです。ソールドアウトだったね。アパーフェクトドラッグ、ドラッグ、ね、超かっこいい。いろんなルール4つ、つか何ゼロまであったか5つのルール、はい、に沿った規律を守って展開していくあの美しさみたいなな、あれって、まあ、うちのあの、去年の一昨年かのトークショーでバラしてたので、まあ、テーラーなんかもね、そういうすごい限られた制限の多い、まあ、ウェアって制限が多いんで、はい、制限が多い中でどう戦っていくかっていう、もともとねボクシングされて、ボクシングのルールがあっての男、あ、いやね、いいですね、ちょっとあのあれだけど、やっぱりね、そのルールの中の男として、はい、どう戦っていくか。おっしゃってましたね。そうおっしゃってたやつのコレクションなんだよ。これをぜひちょっと佐藤に最後つけておいてもらって、勝手につけていいのか分かんない。いや、まあ、分かんないですけど、めちゃくちゃかっこよかったので、ぜひ皆さん見てください。ただホームページに、あ、そうですね、上はやっぱりちょっとまだ分かりづらいんで、やっぱ撮影のされ方なんで、はい、ぜひ店頭に見に来てもらえれば。いや、そうです、嬉しいです。はい、ということで次はまたサリバーのいよいよ佐藤一押しデニムも、いやもうめっちゃ楽しみにしてるんですよ。ご紹介できると思いますから、もう一番楽しみにしてるんで、その時はもう他は楽しみ。これでも超似合ってる。本当ですか？うん、これ佐藤君似合ってるねって思った方はぜひ高評価あ、上手くなりましたね。え、振りが上手くなりました。あ、いや、高評価お願いします。はい、藤崎さんがこの T シャツ似合ってると思われた方はチャンネル登録。いや、これ誰でも似合うもん。これ似合わん人おらんもん。俺これでなかったらもうあれじゃん。何も似合わない。うん、
チャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。はい、ではご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。